こんにちは、こんばんは、ジンと申します。私事なんですが、最近腕時計を新たに購入いたしまして、今回購入した腕時計はこちら、はい、日本が誇る天下の時計ブランド、セイコーさんの、はい、ドルチェシリーズになります。さあ、ここからはですね、カメラの角度変わりまして、実際の実物を見ながら確認していきたいと思います。まずですね、こちらのこのハードケースというのでしょうか、こちらを開けまして、はい、ちょっとピントが合いづらく大変ちょっと恐縮なんですが、実物を確認していきましょう。こちらがですね、セイコーの、ドルチェになります。ドルチェという、シリーズであって、かなり昔からですねあるモデルになるんですが、この、ドルチェの製造番号っていうんですかね、モデル番号から調べてみたところ、おそらくなんですけども、2010年に製造されたモデルではないかと推察されています。現在が年を越しまして今2023年の1月なので、だいたい今13年前の時計ということになります。こちらですね、購入の形態としてはユーズドでの購入となります。前のオーナー様がですね、某時計店で新品で購入されまして、で少し使ったそうなんですが、その後10年以上保管されていたとのことで、比較的ですね使用頻度というか使用期間としては13年前の時計としては少ないという点と、この時計がですねクォーツ時計というゼンマイを使った時計ではなく電池で駆動するタイプのムーブメントの時計なんですけども、クォーツ時計、これ電池を使った時計は寿命は10年なんて言われたりするんですけども、それはかなりですね少なめに言われてる印象があって、実際ですねちゃんとしたムーブメント、マニアックなところなんですけども、エタのムーブメントであったり、セイコーというきっちりされた、メーカーのムーブメントであれば、例えば40年前のクォーツが全然今でも普通に使えてるなんてことも、決して珍しいことではないので、少なからずですねこの十数年前の時計ならまだまだこれから使えるんじゃないかという私は推測しています。この10年以上を、前のオーナー様が保管されていたとのことで、値段がですねなんと5000円になります。この年式のドルチェが当時定価で、いくらだったのかというとちょっと調べても出てこなかったんですけども、現行のドルチェで近しい、仕様のものでだいたい5万円前後であることから、いずれにしてもですね、相当な、80とか 90% オフぐらいの、かなりですね特価の状態なので、これはもう買うしかないなということで、即ですね、飛びついたような形になります。ただすごく懸念している点が、10年以上ですね保管されていたというところにちょっと気になるところがあって、お詳しい方はもうご存知かもしれないんですけども、電池というものは基本的に使用の推奨期限というのがあって、電池切れしてそのまま放置していたりすると、電池から液体が漏れたりするんですね。この時計、ムーブメントがクォーツという、電池駆動の、時計なんですけども、その液漏れをするとですね、この中に入っている基板であったりモーターであったり、時計というのはこの針がですね常にずっと動いているんですけども、針をですね、錆びて固着させてしまったりする恐れがあるので、液漏れをしているとですね、正直もう時計としてちょっと修復が難しい可能性が極めて高いんですが、液漏れしているかどうかというのはこの表面では基本的にちょっとわからない場合が多くて、時計の裏側にですね蓋がついておりまして、この時計の、裏側にですね、ちょっとカメラだと分かりにくいかもしれないんですが、この裏蓋をですね専用工具で外して、電池を交換するんですが、この裏蓋を外して基板が露出する状況にしなければ電池が液漏れしているかというのがわからないんですね。なので、正直蓋を開けてみないとわからないので、まだこれ買って電池交換していない状態なので、怖いですね。現状蓋開けの工具が今発注してるんですが、手元に、まだ届いていないので、正直この時計が使えるかどうかというのがまだ不明な状態です。
まあ、液漏れしてなかったら、まあ、ラッキーぐらいの感覚で、まあ、自分はあの心の準備をしております。まあ、液漏れしていたら、まあ、ちょっと残念ながら、まあ、廃棄になるのかな。記念に取っておくかもしれないんですけども、おそらくまあ時計としてあの使用することは難しいのかなという状態です。ただね、あの価格が価格なので、液漏れしてなくて使えたらラッキーぐらいの感覚ではおります。ではですね、このちょっと実物を見ていきたいんですけども、まあ、ドルチェという言葉にはですね、甘美や優美というです、非常にこう甘いであったり柔らかいという、非常にこう優しい印象の言葉なんですね。まあ、そのドルチェというシリーズの名前を表すがごとくですね、このちょっとピントが合いづらく本当に申し訳ないんですけども、非常にですね、そこはかとなく女性的というか、いろいろな部分のこうエッジが綺麗にこう丸く加工されていて、武骨と逆を行くこうどこか中性的というか、どこかちょっと女性的な印象を彷彿とさせるような、まあ、ユニセックスなデザインとなっています。まあ、ドルチェ、あのメンズとレディースと展開があるんですが、こちらですね、あのメンズの、ドルチェになります。まあ、メンズながらですね、このサイズもですね、非常にあのメンズとしては多分最小ぐらいですかね、あの非常に小さくですね、まあ、腕時計をした際にもさほどこういい意味で主張しすぎないというか、さりげなくつけれるこう上品なサイズ感となっているのも特徴です。まあ、私あの大きい時計も好きなんですけど、あの実はつけてますぐらいのこうさりげない感じのサイズ感好きなので、まあ、この、サイズ、まあ、メンズとしては一番小さいようなサイズ結構好んで、セレクトしています。ドルチェのもう一つの特徴としてはこの薄さですね。これ分かりますでしょうか。このですね、時計自体がものすごい薄いんですね。圧倒的な薄さもですね、これドルチェの特徴で、つけた時に腕とこう滑らかに一体化するような、厚みなので、まあ、ここもですね、非常にこうドルチェらしい特徴かなと思います。あとまあこのちょっと映像だと伝わらないんですけども、腕時計としてものすごい軽い部類です。この、ブレスレット部分はこれステンレスで金属製なんですけども、まあ、それを加味してもとにかく軽いですね。まあ、例えば近しいサイズ、まあ、似たようなサイズで他の腕時計もあるんですけども、ブレスレット部分でもやっぱりこう非常にこうスリムというか、映像だと伝わるか難しいんですが、こう重圧感を削って非常にこう軽快な仕上がりとなっています。まあ、物理的にも本当軽いですね。で、まあ、通常の同じサイズの時計でもやっぱまあこれぐらいある程度厚みが通常あるんですけども、まあ、ドルチェシリーズは極めて薄い感じですね。まあ、この薄い厚いがどっちがいいとかではなく、もう本当にあの好みの世界なので、私こういうあの分厚い小さいながら結構存在感ある時計もすごくものすごく好きなんですけども、まあこういったですね、非常にこうスリムでつけてるのを忘れるかのようなこういったサイズも芯を選ばないんで好きなので、まあこれはこれです、やっぱり魅力ですね。でちょっとですね、ピントが合いづらく大変恐縮なんですけども、まあ、この年式の2010年製造の、年式のドルチェはこういった感じで、ブレスレット部分がですね、全てシルバーなんですね。まあ、結構こう年式によってはこのブレスレット部分に結構こう金を、散りばめてあしらえている年式もあるんですけども、この年式はですね、もうかなりというか、まあ、ほぼほぼこの時計の盤面以外は、全てシルバーで、仕上げられているのも特徴かなと思います。まあ、これがですね、ゴールド入っているのももう私好きなんですけど、さりげなくというか、シルバーで統一した方がいい意味でこうさりげない感じになるし、まあ、ゴールドをあしらえるとこう華やかな感じになるんですが、まあ、この年式はですね、華やかさよりはちょっと落ち着きというかさりげなさを優先して、基本的にこの盤面以外は、全てシルバーで統一されています。でこの盤面はですね、白を基調にして、この針の部分を、ゴールドで、この、盤面に関しては、真ん中がいわゆるこうホワイトというかオフホワイトになっていて、時間を表示する部分ですね、この外周部分は
これ実はですね、シルバーになっていて、まあこうちょっと白ベースというか、落ち着いた白をベースにとしながら、まあ、針はですね全てゴールドをあしらえることで、まあ、こう華やかさと落ち着きと両方バランスのいい感じになっています。まあ、派手すぎず、かといってこう地味すぎず、こういいバランスかなと思います。リューズ部分はこうちょっと映像だと映らないかもしれないんですけども、一般的なメンズの時計というとですね、リューズがですねある程度結構こう存在感のあるリューズが、まあ、メンズだと一般的なんですけども、まあ、ドルチェはですね非常に小さく、通常のメンズの同じサイズのもう3分の1ぐらいですかね、ものすごく小さく仕上がっています。でただ小さい分ですね、この先端にこれちょっと映像だと見えないかもしれないんですが、この先端にですね、天然石をあしらえることで、まあ、小さいながらおしゃれの効いた、リューズとなっているのも、まあ、これドルチェの特徴かなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、何かの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。